からもよろしく。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジー始めていきたいと思います。どうしよう。追加試合用がありますね。お、小塚小ゆめなの？ねえねえ。あ、そうね。そうだよ。ありがとうございます。ねえねえ、やばそう。はい、新しい号のご相談をしたい。いや、そうね。いや、もうこういうのは出た後にすぐ動き出すんじゃなくて、出る前に次の号を動かさないといけない。やったぜ。その通りです。はい、さあ、そうだ、やりました。増刊号、はい、いいね、読み切り。あれ、そりゃそうだよ。そうですね。ありそう。あばばばば、そうですよね。よし。ですよね。とにかく漫画は書くことというふうに、とある漫画家の先生はおっしゃっていましたからね。とにかく書くことが、たくさん書くことが大事。そうね。バババ。やってみよう。あ、え。ありがとうございます。うんうん。あ。テーマというかコンセプトが決まっているんです。はい。なんだろう。嫌な予感がするが。ギャグか、なんかランプのことだから百合を描いてほしいんですとか言い出すと思った。だよな。消化の館の店員、さすがです。やっちゃうぞ。という感じですね。物語が進んでいきます。まだまだいっぱい遊べるね。すごいな、食べ過ぎ。どんどんドーナツ、どーんと濃いですね。さあ、どっちをやるかですね、クエストは。メインクエストもですね、さあ、作家クエストというのも申請されてますからね。でもやっぱり収集クエストですね。ちなみに曜日クエストは何が、お金を稼げるのか。まあひとまずは木とかいらないかな。やっぱり収集いきます。お疲れ様。
さ、まあ最初のうちなんで、一人有効上限解放。うち強くなれたんやな。うちも役に立ちたいからな。でクエストに戻ります。ボーナスキャラクターあった。小塚小夢、行きましょう。敵ですか？まあこのぐらい余裕でしょう。どんどん行きましょう。これなら。あーペコ、さあどうなる？ダメージが。これで力100倍や。みんなありがとう。お疲れ様やで。結構もらえますね。まあボーナスがあるからかな。これでまず初級はクリア、中級です。行きましょう。他にボーナスもらえるキャラってないんだよな。結局はこうなるかな。まあ行きましょう。さあコテッちゃん、かわいい。コテッツ強いですね。結構パーペコとか付与してくれるから、コテッツ結構いけるんじゃないかな。おっと、ユウコもいけますね。シュガー攻撃も結構効きますね。コテツ使いやすい。コテツをレベル上がりました。それじゃあ行ってくるわね。上級行ってみましょう。
まあだんだん力が上がってきてる。とりあえずここは減らさないとと思った。減らないんだ。おっと、これも集団魔法です。これで力100倍や。ペイ、クリティカル率が上がるのはいいですね。なるほど、これならあんまり役に立たないな。おとなしくしてて。オッケー、強い。これで力100倍や。どんとこーい。お願い、当たって。倒せない。はい、倒しました。虎鉄が使えますね。とにかくお結構やっぱもらえるんですね。あ、上級までか。とりあえず上級をスタミナ尽きるまでやるか。いいですね、流れが。私の全力を絞り出します。バババババになったらどうしよう。何もしてないけど、まあいいか。回復だけか。これで行きました。これなら、ここで培った私の力見せるよ。どんどん虎鉄を強くしていきます。カオス先生レベルアップですね。
他の選手も、他のプレイヤーもトレーニングさせましょう。さあ、クエスト続きです。おはようございます。クレイザーがなんかつけてますね。これは倒せんのか？倒しました。やった、うちらの勝利。もう彼女でやりきりましたね。それじゃあ行ってくるわね。すみません。サンキュー、おかげで助かったぜ。倒しましたね。ここで培った私の力見せるよ。2万ですね、トータルダメージが。3匹で相手が。
変えていきましょう、いきなりから。よし、ささっと終わった。私も遊びで済ませたかったんだけど。 OK です。これはどう？いった。これ、受け止められる？気をつけないといけない。相手スピード上げてくる可能性ありますからね。大丈夫ですか？慣れないことしちゃったから。じゃあね。オッケー。いやー。あー、ちょっともったいない感じがある。やめてーなー。悪い子だーれだ。ここで培った私の力。それじゃあ行ってくるわね。20回をクエストクリアしたか。ありがとうです。助かりました。またお願いします。お、マッスルな原稿が150、羽ペンもゲットですね。クエスト金、ソキン金もゲット。行くよ。守ることも私の役目だ。こっちだよ。出たな、怪人め。ひゃっはー、怪し放題だぜ。